ブランドバーグ山とは、ナミビアイロンゴ州にある山。標高は2606メートル。河口岩質の岩石でできている山体は、約650平方キロメートルにわたって、広がっている。この山には、別名も存在し、例えばヘレロゴでは、オムクルバロと呼ぶ。ブランドバーグ山周辺の衛星写真。中央に見える円形の台地のように見える場所が、 ブランドバーグ山である。王の石、クニッヒスタイン。ナミビア国内における最高点。ブランドバーグ山は、南位21度08分57秒を、統計14度34分39秒に位置する。山頂はドイツ語で、王の石を意味する語である、クニッヒスタインと呼ばれている。標高は2606メートルであり、ナミビアの最高標高地点である。 この山は約650平方キロメートルの面積を持つ大きな山体である上に、この山の周囲に広がっている波伏砂漠は平坦な地形なので、よく晴れていれば遠い場所からでもこの山を見ることができる。なお、この山は固有種も見られるなど独特な生態系を有している。この山から最も近い集落はウイスであり、この山から約30キロメートルの距離にある。 山中にある谷に存在する洞窟には古代の壁画が残されている場所も見られる。ブランドバーグとはアフリカンス語やオランダ語やドイツ語において炎の山という意味である。これは太陽光を浴びている時にこの山が時々赤く見えることに由来している。なおダマラ族はこの山をダワレスと呼ぶがこれは燃えている山という意味であり意味としては似ている。 このタヘレロ語においては、オムクルバロと呼んでおり、こちらは神々の山という意味である。アフリカウルトラプロマネンセス。ありがとうございます。